後半のキックオフです。アンリドリブルで進みます。しっかりとパスをつなぎました。相手に渡ります。カンテアタッキングサードに入ってきた。このシュートは完全に枠を外れました。狙いは分かりますがこれでは入りませんね。現在ビハインドなのも攻めきれていないことが原因でしょう。なんとかしてボールを前に運んでもっとチャンスを作りたいですね。いいところへ出した。面白いボールが出た。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたがまだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。リプレイが出ます。スルーパス1本で決定的なチャンスを作りました。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。サイドのスペースを使います。ボールを運んでいます。ここで決められるか。素晴らしいセーブ。ここは難を逃れます。めったにないチャンスでしたが得点につながりませんでした。今のは決めておきたかったでしょうね。中央にクロスが上がった。このヘディングはゴールの枠を捉えられません。隅を狙ったんでしょうか。ポストの外にそれちゃいましたね。むしろタッチを割ってよかったと言うべきでしょうか。パスミスはタッチを割ってスローインになります。視線が中にいった。さあ出すか。これはいいクロスだ。どこを狙っているでしょうか。チャンス。見事なセーブ。ピンチを救います。ここは焦らずプレーしたい。ボールをクリアしました。ここはシュートチャンス。見事なタックル。危機をしのぎました。スローインです。エツリュ。危ない場面でしたがディフェンダーがカットしました。ここで取られるわけにはいかない。カウンターアタックのチャンスです。ディフェンダーが戻りきれていません。このパスはカットされます。ここはよくスペースが見えていました。ゴール。前線でもプレッシャーを緩めずボールを奪ってからの得点。ボールを持った相手選手に圧力をかけ見事なゴールにつなげましたね。チーム全体の連動したプレスが相手のミスを誘いボールを奪ったところから攻撃が始まりましたね。これは見事なゴールでした。フレンド。このパスはカットされました。自陣内でプレッシャーにさらされています。いい組み立てだったんですがボールを奪わ、ちょっと強すぎたか。これはチャンス。決まった。ゴール。ゴール。豪快なボレーシュートでスタジアムを沸かせました。残り時間も少ない中厳しい展開になっています。サポーター
スタジアムはすでに大歓声に包まれています。ウェンブリースタジアムへようこそ。実況は私西岡明彦、解説席には最高のボランチとも評される福西崇史さんをお迎えしました。見逃せない試合になりそうですね。なかなか面白いカードになりましたね。両チームがどういう戦略で戦ってくるのか、まずは前半から見ていきましょう。アンリ前に出しました。ボールは相手に渡りました。
ここはサイドを変えてきました。サコ、チャンスにできるか。シュートを通さない。シュートは行かせない。またこの男が立ちはだかります。相手に当たってコーナーキックになりました。中を狙うか。再びキッカーがコーナーに向かいます。このコーナーは誰に蹴るか。ちょっとクリアが小さいか。絶好のチャンス。アンリ、ここはしっかりクリアされました。フレンド、何をしてくるのか。華麗なボールタッチ、とても鮮やかでした。スルーパスが味方に通る。ここはドリブルで前に出ます。入ったかと思いましたが、ディフェンスがブロック。ボールがこぼれる。相手に当たりピッチの外へ。スローインです。これは見事なパスカットです。タックルでプレーを切りました。コーナーキックです。いいボールでしたが、ここはクリア。これはゴールキックになります。アーノルド、スローインとなります。プレーが軽いですね。パスをカットされました。ここはインターセプト。しっかり予測していました。ベイル、ラモス、ここはサイドへパスを出します。ここを起点にできるか。オフサイドラインを越えてしまっていました。アンリ、テクニックが光ります。フレンド、中の選手にクロスを入れた。中央へのボールはクリアされました。ラモス、ボールをサイドへ振りました。いいところにボールをつなぎました。しっかりついてクロスをブロック。フレンド、カットされます。ディフェンダーが読んでいました。主審が流します。アドバンテージを見たようです。クロスを狙ってきますか。ボールはラインを割りました。ゴールキックになります。サイドへ展開します。深くえぐってからのクロス。キーパーがボールをセットしてゴールキックからの再開です。ベイル、ボールをキープして相手を引きつけます。味方の位置を確認する。フレンド、
アンリ、何かしてきそうですが、このミスは痛い。相手にパスを出しました。ここから狙うのか。決まった。素晴らしいシュートだ。ゴールは認められません。副審の旗が上がっています。ボールは相手に渡ります。1点リードにできるか。見事なタックル、危機をしのぎました。このボールはスローイン。このパスは通らない。フレンド、クロスを中央に入れた。ここはしっかりクリアしました。コーナーのチャンスです。勝ち越しゴールを決められるでしょうか。クリアしきれません。前半終了して0対0、両チーム無得点で折り返します。ハーフタイムに入りました。福西さん、前半はなかなか両チームともに静かな立ち上がりという印象ですが、いかがでしょうか。試合の入り方としてはそんな感じでしたよね。相手の様子を伺うという前、同点のまま後半戦のキックオフ。リードを奪うのはどちらのチームでしょうか。サコ、見事な視野です。絶好のチャンス。これはキーパーのスーパーセーブ。いやー、よくあそこに届きましたね。ゴール前に入れた。このヘディングは枠の外へ。ちょっと当たりが悪かったかもしれません。うまくボールを守っています。フレンド、相手にボールを渡してしまいました。何を狙うのか。惜しい場面でしたが、ここで奪われました。ベイン、ラモス、パスをカットされました。いいところに出します。相手に当たってボールがラインを越えます。コーナーです。ボールが中央へ向かう。ヘディングは枠に行きません。うまく当たりませんでしたね。なんていうか試合が動きそうにないですね。両チームともほとんどチャンスを作れていません。そろそろベンチが動いた方がいいんじゃないでしょうか。フレンド、サイドへ展開します。仕掛けてくるのか。これはキーパーが反応します。パスをサイドに送ります。おっと、裏へ出した。いいパスだ。これは入らん。ボールがこぼれました。クリアできるか。シュートは行かせない。またシュートに割って入ります。
パスをサイドに送ります。強い当たりだ。スローインからゲームは再開です。ベイル、相手がいるところにパスを蹴ってしまいました。このままプレーさせます。チャンスになりそうですよ。これはフリーキックになりましたね。間を置かず再開します。サコ、中央にクロス、いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。インターセプトでチームを救いました。無理にキープしようとはしません。ここはクリアしました。このカットは大きい。しっかりと奪いました。タッチラインの外へ押し出されました。スローインになります。このボールは直接相手の選手へ。サイドへパスを出します。ベイン、アンリー、うまくボールを奪った。笛が鳴りました。ファールの判定でフリーキックです。パスが通りません。ボールをサイドへ展開します。フレンド、ディフェンダーがここで食い止める。プレーを流します。アドバンテージを見たようですね。これはファールですね。フリーキックが与えられます。タックルで流れを切りました。スローインです。さあクロスか。ここでかわしました。プレーを切ります。ボールを外に出しました。これはどうしましたか。相手にスローインを投げてしまいました。このパスは読んでいました。カウンターのチャンス、仕留められるか。カウンターのチャンスを決めたい。相手にボールを渡してしまいました。終盤にチャンスが巡ってきたか。ここは勝ち越しゴールに結びつけたい。ボールを運んでいます。マイナスのクロスだ。パスがつながる。ここから狙うのか。ボールをキープして自ら勝負します。これは危ない。さあ勝利はもう目の前です。時間をうまく使っていきたいですね。この時間のゴールですから、これで試合は決まりじゃないでしょうか。そうですね、この時間だと厳しいと思いますよ。これはいい展開です。同点に追いつく最後のチャンスになるか。キーパーがしっかりと止めました。素晴らしいインターセプト。いいディフェンス決まりました。スローインからゲームは再開です。これは見事に奪いました。苦しい試合ですが、ホームのサポーターの歓声は大きくなっています。選手たちにもよく聞こえているはずです。このまま黙って負けるわけにはいかないでしょう。
ここでボールロスト。最後の攻撃になるかもしれません。同点に追いつけるか。ゴールだ。同点です。同点ゴールです。クリーンなタックル。ボールを奪いました。決着はつきません。延長戦となります。延長戦の開始です。集中を切らさず頑張ってもらいたいですね。